はい、どうも、ふめでおです。今回ですけども、つむつむのお店屋さんの最終ボーダー考察やっていきたいなと思います。ということで、今現在ですね、9月27日17時15分なんですけれども、ボーダー、クラウンがね、3万8000ポイントです。で、あと、ゴールドだ、確認しましょうか。ゴールドが、9000ポイントというところになっております。で、まあ、これですね、思ったよりペースが早いです。まあ、ただですね、基本皆さん、初日にがっつりやる人が多いので、まあ、爆上げしてるんですけども、ここから失速していくんですけどね。まあ、ただそれでも1日2万弱ぐらいは伸びてくると思われます。はい。ということで、まあ今27日なんですけど、30日までなんで28、29、30。はい、です。まあただね、これ皆さん知ってる方、知ってない方、知らない方いると思うんですけど、これ1時間ごとにボーダー上がるんですけど、最終ボーダーは、9月30日の土曜日朝6時に確定いたします。まあ、ただね、これね、過去にバグがあって、ボーダーがちょっと上に上がってしまって、スキチキがもらえなかったっていう、まあ、バグがあったんですけど、まあ、それを多分考慮して、まあ、早めにね、ボーダーが確定するんですけど、まあ、実質あともう2日半しかないんで、上がっても10万は全然届かないと思います。はい。2日、今から2日でしょ？で、1日2万、2万だとしても4万で、今3万8000だって7万8000でしょ？8万は超えると思うんですけど、まあ、9万ぐらいですね。多分行って9万かなって感じです。はい。なんで、まあ、まずは、とりあえず9万前後を、まあ、意識してね、攻略していけばいいんじゃないかなと思います。今から1日2万だとしてもね、7万8千なんで。で、それ、プラス、まあ、半日追い込みがあったとしても、まあ、でもやっぱ9万前後かなっていうところですね。で、あとね、一つ言えるのが、今回の、このつむつむのお店屋さんのね、期間がね、ほぼ全部平日なんですよね。最終日だけ土曜日絡んでるんですけど、その最終日が、しかも朝の6時で終わってしまうので、まあ実質もうほぼ平日のみというところで、まあ前回とね、変わらないですね。スパイダーマンの時も、おそらく確かそんな感じだったんですけど、その前ですね、ローズとラブリースティッチが来た時はですね、もう土日も確かがっつり挟みつつだったんで、10万超えたんですけど、まあ、そこまで行くことはね、まあ、まずないかなと思います。はい。まあでも今回ツイステの新ツムでかなり引いてる方も多いと思いますし、スキチケもらえるんでね、やり込む方は多いと思うんで、まあ、9万ぐらいは行くと思いますので、そこを覚悟してね、クラウン賞目指すかどうかっていうのを判断してもらえたらなと思います。まあ、無理してね、やるよりかは、まあ、ゴールド賞でスキチケ1枚もらうっていう手もあると思いますので、まあ、そこはですね、まあ、ちょっと皆さん時間とハートと、相談してもらってですね、決めてもらえたらなと思います。ということで以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。